世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は世界三大通貨である日本円について韓国や日本の人たちの反応とともにご紹介していきたいと思います。韓国のネット掲示板で日本の円はどうやって世界三大通貨となったんでしょうかと、ある韓国人が投稿した内容が話題となっていました。世界三大通貨といえばドル、ユーロ、円が挙げられます。ドルとユーロはある程度理解ができるのですが、中国の人民元ですら入れないのに円はどのようにしてあそこに入ることができたのか疑問であるといった内容です。この投稿に対して韓国の人たちは様々な反応をしました。詳しく見てみましょう。日本、大したことないです。日本の GDP が3位だからですね。今は没落してしまいましたが、没落する前の日本は世界2位の経済大国でした。当時はユーロもなかったので、ドルと円だけだったのです。バブル経済を知らないんですか？その時はしばらく日本が米国を抜いたこともあり、誇らしい過去を持つ日本だったのです。それ以降は大したことがありませんけどね。今も三大通貨と呼ばれていますが、徐々に傾いている傾向なんでしょうね。一時は世界経済規模2位だった国なのに、今は下方傾向だが、円が三大通貨というのは初耳ですね。私も初めて聞きました。世界中の貿易決済の 15% を占めているので、三大通貨は合ってます。ドルが 60% とユーロが 20%、 そして基軸通貨はドルで、人民元、ポンド、円、ユーロを準基軸通貨と呼んでいて、これが世界5大通貨です。ただどうしても通貨の信頼性がないかなと思います。一時日本は世界2位の経済国でもあった。人民元は信頼を積むにしてもまだ歴史が浅いかな。円、ポンドと人民元を超えて世界第3位だというのか。為替レートのリストの中で最初がユーロ、US ドル、2番目が US ドル、日本円です。世界三大通貨にドル、ユーロ、円、これは日本信者だからとか関係なく認めざるを得ない事実です。またドル、ユーロの動揺が広がれば非難する通貨であることも事実。円の取引規模もそうだし、円に海外投資していたのが膨大だからです。この事実は否定しないです。一時日本はすごかったのをよく知っているからです。今も世界経済が悪くなった時、円は人気が高いじゃないですか。日本は儲けたお金があまりにも多い。外国為替保有高が莫大な規模で、他の国々は日本に借金を負うケースが多いのです。経済収支も莫大な利益を出しています。そのため世界経済が不安になれば円高になるが、他の国の通貨は不安でも円はそれだけ安全なのです。三大ではなく世界主要四大通貨です。ドル、ユーロ、円、ポンド。円とポンドは同級だから、とにかく円が四大主要通貨であっています。正直韓国ウォンは最初から比較対象にもならず、貨幣の価値は全然違いますね。円は全世界どこに行っても両替が可能です。韓貨が相場通りに両替できたとしても、海外の数カ所で韓貨を現地の貨幣でダイレクトに両替する際に為替レートを低くしている。韓国の人たちの書き込みを見ると、日本円が三大通貨だということすら初耳だというコメントが多いようでしたね。また円が三大通貨であることは認めているものの、日本の過去の産物であるといった意見が多いようです。日本の人たちはこのコメントを見てどのような反応をしたのでしょうか。次に日本の人たちの反応を見ていきましょう。韓国人って本当に物を知らないな。この程度の知識だからこそ、スワップ協定では日本の方が得をすると本気で思っているってことか。世界は信頼感で動いているのですよ。見栄とかじゃないのです。ハングルには便利な汎用語がなくて単語が少ない。それなのに
日本語も漢字も禁止したから、新しい技術が入ってきても翻訳するのにすごい苦労しているらしい。三大通貨っていうか基軸通貨な。この程度の常識も知らないのか。こういうのは信頼性や安定性で決まるものだよ。韓国ウォンはニューヨークにある韓国系の銀行に持ち込んでも額が大きくなると両替を嫌がられるって聞いたな。五大通貨に人民元を入れるやつって中国人と朝鮮人だけだろうな。人民元は信頼性がまるでないだろ。韓国人は財産の全てを人民元に変える勇気を持っているんですかね。日本の人たちは韓国の人たちのコメントから無知さを指摘しつつ、通貨に関しては信頼性にも着目していますね。円は世界の通貨の中でも比較的安全な通貨とされており、信頼性があるとされています。リーマンショックや世界各地で紛争が起こった時など、世界情勢が不安定になった局面で円は必ず買われるのです。日本は他の先進国に比べて経済成長率も低く、少子化で労働人口も減っています。それに加えて国の借金も多いのに、なぜ世界中から日本円は安全と思われているのか疑問に思う人も多いかもしれませんね。その理由はいくつか考えられますので、詳しく見ていきましょう。まず一つ目の理由は、主要国の中で日本円が一番評価されている点です。世界の主要通貨としては米ドルや円、ユーロ、ポンド、スイスフランが挙げられます。そしてアメリカ、日本、EU、イギリス、スイスの中で国が安定していて経済力があるのはアメリカに次いで日本であると考えられています。2018年度の世界の名目 GDP ランキングでは日本は3位となっており、客観的に見ても国の経済力は他国に比べて安定していると言えますね。中国は経済力では米国に次いで第2位となっています。しかし中国は共産主義国であることや、中国政府によって中国元のレートがほぼ操作されている状態であり、中国元は安全な資産とは考えられていません。スイスフランは主要な通貨とされてはいるものの、経済規模では15位以内にも入っておらず、経済力が弱いという特徴があります。ユーロはドルの次に安定していると思われがちではあります。しかし EU 加盟国の中には大きな格差が存在し、それが大きな不安定要因とされています。そのためリスクを回避する局面でユーロが買われることはあまりありません。このように他の先進国と比較した場合、日本はかなり安定している国であることがわかりますね。2つ目は世界有数の対外資産を持っている点です。日本は多額の借金を抱えるとして知られていますが、世界有数の国外資産を持っている国としても有名です。日本は平成30年度末の段階で約1018兆円の対外資産残高があります。それに対し2019年3月末時点での国の借金は約1103兆円とされているのです。このように国の借金は多いけれど、それとほぼ同額の対外資産を持っていることも日本円は安全資産とみなされる根拠の一つとなっています。3つ目はクーデターやテロなどで相場が暴落する危険性がない点です。日本は治安が良く安全な国として知られており、過去にクーデターやテロが起こったことがありません。これからもテロが起こる危険性は限りなく低く、突発的な事件によって日本円が暴落するリスクも非常に低いことも日本円が安全資産とされる理由となっています。以上のような理由から日本円は安全資産であると考えられます。ここまで安全資産である日本円についてご紹介してきましたが、実は日本を取り巻く環境は以前とは少しずつ変化してきているのです。現在は国の借金がどんどん増えている状況でもあり、景気が下がり経済成長が滞る、国の借金が膨れ上がり無視できないほどになるといったようなことが起こると、日本の円の信頼性は大きく低下してしまうかもしれません。また
日本は少子高齢化が進んでおり、将来的に人口が減ると労働力が少なくなり、社会を支えていく人たちが減ってしまうということになります。そのため日本の財政状況や将来の見通しは厳しく、日本円は安全であるという世界の共通認識が崩れてしまう危険性があります。将来のための資産を貯める場合、長期投資が良いとされていますが、その長期の間に予想もしなかったことが起きてしまうことも考えられるのです。いかがでしたでしょうか。いろいろな状況が起きることを想定して、リスクをできるだけ抑えるために資産を分散し、将来への備えをしていけるといいのかもしれませんね。近年では資産の投資先として外貨建ても当たり前になってきましたが、動画をご覧の皆さんは外貨建ての投資などされていますか？どこの通貨でされているのか、コメント欄でぜひ教えてくださいね。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。